MMA 最強ファイター3人です。王道なアメコミのヒーローみたいなファイターですね。こういう素晴らしい選手は終わったらもうその今までのこととかは関係ないから、ベンチプレス100キロ何回とかじゃないですよ、1時間とか。ウェルカムトゥリンヤチャンネル、リンヤチャンネルの時間です。今日は MMA 大好き中村リンヤが選ぶ MMA 最強ファイター3人です。もう生まれてからずっと僕は MMA 見てるんで、もう28年見てますよ。はい、相当見てます。そんな中から歴代最強 MMA ファイターを選んでいきたいと思います。まあ、そんなこと言ったらね、UFC チャンピオンバババって並べたら終わりなんですけど、はい、この人のこの感じは他にはないとか、うん、いろんな視点からの歴代最強ファイターにしようかなと思ってます。まあ王道もありつつ選びます、はい、それでは早速1人目、はい、これは王道です。ジョルジュ・サンピエール選手です。 GSP 知ってますか？聞いたことある程度です。 GSP、うん、カナダ出身の元 UFC ファイターで UFC 2階級王者で、あれ無敗のまま1試合だけかな、2敗してる。あ、そうだ、マット・セラーとマット・ヒューズに投げてる。この選手の何がすごいかっていうと、はい、特徴がこれが強いみたいなのがないんですよね、あんまり。何が強いか、ジャブ、タックル、ワン・ツー・タックル、これみんなが言うことで、はい、実際に試合のほとんどの組み立てをもうそこでジャブタックル、ジャブワンツータックルでコントロールして上から殴るみたいな格闘技の一番基本のスタイルで UFC 2階級取ってるんですよ、はい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 、それがとにかく異常だなっていうのでまずランクインしてます。すっごい UFC からも人気あって殿堂入りもしててスターなんですね、 GSP は。技とかじゃないですよ、ファイトスタイルが王道、はい、本当はそれで勝てれば一番いいじゃないですか、はい、シンプルなことで。でもそれじゃ勝てないからみんないろんなことを仕掛けを用意して、はい、攻撃を当てるわけじゃないですか、はいはい、なんですけど GSP は違いますね。なんかがすごい、距離感とタイミングがすごいでしょうね、きっと。はい、今日このスタイルでこういう結果出すのは本当にすごいなっていう。だから試合は面白いとは言われないファイターなんですけど、うん、でも人気がすごい、人格もすごい、人格者で、はい、なんか王道なアメコミのヒーローみたいなファイターですね、はい、日本では試合とかはキャリアをほとんど UFC で試合してチャンピオンのまま引退したファイターです。これが1人目、はい、ジョルジュ・サンピエールです。2人目、吉田秀彦選手になります。当時こう小2の時にプライドに参戦し始めて、ホイス・グレイシーをダイナマイトで対戦して、その時は素手で、確か打撃なしルールだったんですけど、はい、だから柔道着着て、うん、試合出てきて、エリオ・グレイシーは柔術着着て組み技の試合みたいになってて、なるほど、はい、親父が柔道をやってたんで、はい、親父がすっごい吉田秀彦応援してて、こいつはもうやばいぞみたいなの言ってて、見てたらホイス・グレイシーを締め落として柔道技で、うん、でまあ一悶着あったんですよ、失神したかしてないかみたいな、うんうん、グレイシーがしてないとか騒いだりしたんですけど、親父からこいつはすごいって言われて見てて、相手いきなりグレイシー大丈夫とか言ってて、うん、締め落としたんですよ、テレビで目の前で、うん、すげえみたいな、うん、でも親父もすげえなみたいな、うん、もう見る目あるねみたいな感じで、なんかそっから一気にファンになって、うん、はい、で立て続けにドンフライ、もうアメリカのガラのパンツ履いてちっちゃい時とかハワイで遊んじゃうぐらい、もう超ドンフライ大好きで、ドンフライはずっとアメリカ国旗のパンツで試合してたんで、はいはい、すっごいいきなり好きになった吉田秀彦選手と、もずっと大好きなドン・フライ選手で、はい、めっちゃ苦しい感じで試合見てたんですけど、吉田秀彦選手がもう何の苦労もせず、俺がもうすっげえ強いと思ってて、ドン・フライの腕をこうポキって折って、うん、で終わりっすよ、すぐ試合が腕十字で、えこんな強いのみたいな、やばいじゃんって言って、その後吉田秀彦選手がこう十字決めてそのまま喜ぶんじゃなくて、こうやってドン・フライ選手のところによってなんかしてたんですよ。で何してんのパパあれって言ったら、俺外した肘直してんだよみたいな、
勝ったら喜ぶんじゃないのみたいな、こういう素晴らしい選手は終わったらもうその今までのこととかはもう関係ないから相手の腕を直してあげてるんだよ、これは柔道家だ、本来の柔道家の姿だみたいな。なるほど。もう一気にもう尊敬の念がドワー集まって、俺も柔道やるみたいな、ずっと言い出して、一時期ずっと柔道やる、ずっと柔道やるって言って、はい、体験に吉田道場連れてってもらったりとかもしました。そんぐらい大好きで。当時いくつだったんですか？小2、小3、小4ぐらいが一番こう、うんうんうん、わー吉田秀彦みたいな、うん、当時93キロとかでプライドミドル級でお薬漬けのモンスターたちがいっぱいいる中、うん、柔道着着て戦うんですよ。で柔道着着たらスコーンって出るものも出にくいっていうのもあるし、掴まれるし、柔道着、うんうんうん、掴んで殴られるし、今思えば着ない方がいいのになっていうのを着て、うん、あえて柔道家として、なるほど、打撃の技術ないのにバンダリシューバーとバッチバチに殴り合って、シューバーも結構下向いちゃうみたいな、うん、そんぐらいなんか当時の人たちの話聞くと怪力で吉田秀彦が、はあ、でも手打ちのパンチですらもうクマと戦ってるみたいな感覚になる、本当にみたいなって言うんですよ、はあ、本当にこう生き物として強かったんだなっていうのをなんかすっごい感じます、はあ、っていうのでやっぱずっと消えないリスペクトがあるんですよね、はあ、はい。ああいう時代にああいう気迫の入った人の試合をこうたくさん感情移入して見てたのが僕の今の格闘技にも絶対生きてると思うし、うん、あの時の吉田秀彦はマジで最強だったなって思うファイターですね。へえ、はい、これが2人目、はい、3人目実際会ったこともないです、見たこともないけど、うん、木村雅彦選手です。で元々柔道家なんですけど、はい、当時って当て身っていうのもあったりして打撃もありみたいな柔道だったらしいんですね、掌底とか、はい、ほぼ実践柔道みたいな感じでこうやってたらしくて、僕高校の時に朝読書の時間で、はい、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう本を見てたんですね、うん、なんで買ったのか分かんないけど、その木村正彦の生活が書いてあるんですね、はい、そこにはどういう取り組みをしてたかっていうの、はい、ベンチプレス例えば100キロ、はい、何回とかじゃないんですよ、ベンチプレス100キロ1時間とか、はい、本当に1日10時間以上の練習、寝てる時間は進歩がないからもったいないって言って、寝てる間もこうシミュレーションしながら3時間しか寝ない、1日本当おかしい量の練習するんですよ。当時ペタペタ切り抜きの写真とかが本に入ってるんですけど、もう体がおかしいおかしいで、今の現代のアフリカ人でも見たことない、ガヌーよりすごいみたいな体してるんですよ。フランシス・ガヌーってもう USC のヘビー級チャンピオン、あ、こういう日本人いたんだ、やばいなみたいな。大外刈りってあるじゃないですか、はいはい、柔道技で投げ技なんですよ。でも木村正彦と練習して大外刈りで失神する人が続出しすぎて大外刈りが禁止になったりとか、もう頭おかしいエピソードしかないんですよ、うん、で全日本5連覇のやつと練習なんかしたりした時に膝つかされたみたいな、柔道で、はい、膝ついて別に技ありでも有効でも効果でも何でもない、何ポイントも入んないですよ。けどそれが悔しくて夜寝れなくて、そいつのことを殺しに行こうと思ってずっと一晩中起きて悩んでたりだとか、もうおかしいぐらいのこの武の道一本で生きてた選手で、彼がブラジルに行ってエリオ・グレイシーと試合してるんですよね。エリオ・グレイシーっていうのはもうグレイシーの先代、グレイシーのボス、うん、格闘のグレイシーのドンみたいな方と試合して、はい、なるほど、はい、映像も YouTube あるんですよその試合。ありえないぐらいのスピードのドーンっていう投げから展開も超速くてバチンってすぐ決めるんですよ、はい、グレイシーのドンを、はい、でその時の決めの形が木村ロックって言って今も UFC で名前使われてますし、僕はもうその映像見た時、あ、こんなん勝てるやつ本当に今でもいないって思ったっす、はい、そんぐらいやばい、ぜひみんなにも見てもらいたいぐらい、彼がこう今の現代に生きてて、でも現代でも無理なんじゃないかって生活してるんですけど、うん、現代で戦ってる世界戦もすっげえ見たかったなって思う。やっぱ日本人だし嬉しいじゃん、そういう人がいたっていうのを聞けると、うん、直接見たかったなって思う人ですね、はい、木村正彦選手。なんか柔道家2人になったっすけど、はい、これがね、はい、
僕の選ぶ MMA 歴代最強ファイター3人ですかね。本当分かりやすい最強で言えばヒョードルとか、うん、今で言ったらフランシス・ガヌーとかある時のジョゼ・アルドとか、うん、なんかいるんすけど、でも僕の好きな感じの歴代最強ファイターを選ばせてもらいました。以上が歴代最強 MMA ファイター3人になります、はい、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ボブサップ、あーそうですね、ノゲーラとやることになってそこはノゲーラちゃんと勝って技術で化け物を超えるっていうのをビーストはみたいな一時期ねボブサップそのまま最強になっちゃうんじゃねえかみたいな、ね、思った時代だったっすねあれも、うん。